ちゃん、こんにちは。私の夢は、このラジオがずっと続いてくれることです。あらでもよく考えたら、アニメ作品のラジオが長続きするのは難しいのかなって思う時もあって。でも、そんな状況を壊してくれたのが、よっぴちゃんだったよね。最近のよっぴちゃん、私には、本当のヒーローに見えたよ。だから、これからもたくさん聞かせてね。よっぴちゃんのラジオ、どっちだラジオは

ヨッピちゃん、こんにちは。私の夢は、このラジオがずっと続いてくれることです。でも、よく考えたら、アニメ作品のラジオが長続きするのは難しいのかなって思う時もあって。でも、そんな状況を壊してくれたのが、ヨッピちゃんだったよね。最近のヨッピちゃん、私には本当のヒーローに見えたよ。だからこれからも、たくさん聞かせてね。ヨッピちゃんのラジオ。ぼっちザラジオも